桜総五郎、桜総五郎、桜総五郎,郎、青年府省女王2年8月3日、1653年9月24日は、江戸時代前期の下佐国桜半領の義民として知られる人物。下佐国因馬軍港、津村、現在の千葉県成田市大方の名主で、本名は木内総五郎、通称は宗吾、総後、総後、総割れともとされる。 両主堀田氏の重税に苦しむ農民のために将軍への直訴を行い処刑されたという義民伝説で知られる。代表的な義民として名高いが、史実として確認できることは少ない。総五郎の義民伝説は、江戸時代後期に形成され、実録本や公爵、何は説、歌舞伎上演などで広く知られるようになった。かつては、秘術在説が唱えられたこともあるが、 堀田氏時代の孔津村内世ろ町によって、総五郎という不裕な農民が実在していたことは確認できる。1715年に成立した総洋外録桜藩主稲葉忠志王の命により、藩主磯部正子が編纂には、堀田氏時代に孔津村の相後が何らかの罪によって処刑されたこと、相後が冤罪であると主張して、 上司を罵りながら死んだこと、堀田氏の改役、1660年が、相互のたたりとみなされたこと、このために、相互宮という祠が建てられたことが記されている。しかし、相互愚が一期や直訴を行ったということを確認できる資料はない。相互愚が関わったのは、千葉市最高運動であったという説もある。また、事件の原因についても、過酷な年貢、 隠し立て揮発のための検知、利ネ川付け替え工事などの小説が挙げられている。株木らき博氏は、女王2年、1653年に行われた、孔、津村の分村、大方村など五家村に分割されたと翌年の検知による年貢負,負担増加を資料で確認し、総互論が何らかの行動を起こしたのではないかと即している。林はじめは、現在伝わる、 宗五郎の直訴状とされるものは、後世の作であろうとしつつも、主要な要求の内容は、江戸時代初期の特徴を持っているとし、宗五郎を中心とした反領主闘争があったことも、定めし得ないと評価している。桜宗五郎の伝承は、江戸時代後期以後成立した、地蔵道津や物語や、堀田騒動記といった、実録本、講談、桜木民伝に記される。 各種の物語には、相互の矛盾点や、事実に反する点もある。下佐国因馬群の堀田領内桜城下に生まれ、本名を木内宗五郎という。日後国五仮層には、五仮層破棄の児童、小形左衛門の子で、下佐の木内家の養子になったという伝承がある。桜藩主、堀田正信は新たに従税を取り立て、領民の暮らしは困窮した。 前領の名主たちは、軍部領や国家牢に従税の廃止を求めたが拒絶され、さらに江戸に出て、江戸判定に訴えても、門訴え取り上げれず、総大六人が牢中に加護訴えを行ったが、これも知りけられた。このため総五郎は一人で将軍に加護訴えを行った。地蔵道津や物語では、女王二年、1653年とされ、 上野寛永寺に参該する四大将軍が徳川、家綱に直訴したという。掘った騒動期では、昇法元年、1644年とされており、将軍は三代、徳川家光になる。直訴の結果、訴えは聞き届けられ、桜藩の領民は救われた。しかし、総五郎夫妻は、張り付けとなり、男子四人も、死罪となった。成田氏の東照寺。 総互令道によれば、東照寺の清雄優王将が、甲付原の形状に意外を埋葬したといい、寺地内にある、現在の総互様五病であるという。常実の通り、創用外録、1715年成立には、総五郎が、堀田氏に立たるようになったという説や、桜藩主、堀田正信の懐役が、総五郎の怨霊によるものという説が載せられている。津村を中心に、 藩都の訴訟に敗れ処刑された総五郎が、堀田氏を滅ぼし、人々が真っ戸山に彼を祀ったことが伝えられていたようである。延京三年、1746年、桜藩主として、堀田正助が入法した、正信の弟である、堀田正森の子孫にあたる。正介は、真坂山、現在の千葉県桜市大佐宗に、総五郎を祀り、口の明人と称した。 また、法暦2年、1752年は総五郎親子の100回帰の年であるとして、女王2年、1653年8月4日が初警備とみなされた、口の明人を造営し、鈴風道館孤児の法号を送りなして、以後春秋に盛大な祭典を行った。完成3年、1791年には、堀田聖順が総五郎に、特万院の因号を送り、 石頭一気を寄進。文化三年、1804年には、堀田正時が宋五郎の子孫に供養伝を与えた。宋五郎を桜藩堀家が公認したことで、18世紀後半に宋五郎物語の形成が進むことになった。江戸時代後期以降近代に至るまで、桜宋五郎を祀る祠や神社が各地に造営された。かぶらき広氏によれば、 日本全国で30カ所余りが確認できるという。東照寺は、明治時代に、桜宗五郎の霊を祀る宗五霊堂を建てており、寺そのものが、宗五霊堂の通称で知られる。東照寺は、宗五様を本尊としている。大佐僧の、口の明神、口の宮神社は、大正時代に、火災で社殿を失うもの、の、隣接する、正門神社と合わせ、昇門口の宮神社となり、 平野正門と共に祭人として祀られている。長野県飯田市上飯田座稔山の松川入桜神社は、漢文12年、1671年以前の創建と伝えられており、総五郎を祀る神社では最も古いものとされる。堀田正信は、飯田藩主、脇坂安政、正信の実弟に預けられていた時期があり、総五郎のことなどで気を病んだ。 正信の心を休めるために、脇坂安政夫人が御天意と相談し、総五郎を祀る彰子を建てたのが起源と伝えられている。飯田市地域には総五郎を祀る祠や神社が多数、少なくとも11箇所ある。長野県飯田市北方の桜神社は、昭和の不況で農村社会に不安が広がる中、総五霊堂の心霊を勘定して1932年、昭和7年に創建された。 東京都台東区小峠三丁目の総合殿は、大御国宮川藩堀田や、堀田正信の子孫の家系が、屋敷内に祀ったもので、今日は5年、1803年に行われた法要の頃に建立されたと考えられている。戦災の後、昭和28年に有志によって再建されたが、2017年に解体された。新潟市中央区の小町屋たご神社系大社である、 口の神社は、口の宮神社からの分娩を受けて1884年、明治17年に創建されたもので、地元で起こった、新潟名和騒動の儀民も合わせて祭り検証した。法歴年間、1751年から1764年、以後成立の実録本、地蔵道通や物語や、公爵氏石川一務、諸世一立細文社らによる、桜儀民伝が生まれた。 最初の舞台化作品は、三世位、瀬川助行による歌舞伎表現、東山桜創氏、1851年、江戸中村座初演である。本作では舞台を、室町時代に、主人公の名を、朝倉東吾とした。なお、この作品は、歌舞伎史上初めて、農民一揆を扱った作品で大当たりとなり、以後、義民物と呼ばれる一ジャンルの講師なった。 明治時代後期以後は役名を実名通り上演され、大も桜木民伝で定着することとなった。こうした物語や芝居に取り上げられたことで、桜木民伝はこれら一連の作品の総称ともなっている。桜総五郎は、義民として知られるようになった。歌舞伎、講談、老曲、全身座など様々な芸能で、桜木民伝として今も繰り返し演じられる。 人気演目となっている。林はじめは、東山桜創始における藩主、集奪派家老、全政派家老のセリフから、幕末期の民衆の社会意識、政治意識を見ることができると評している。幕末から、明治初年の一期では、総五郎の物語が、組織化に使われるケースもあった。例えば安政六年、1859年に、 シナノ国稲谷の白川半飛び治療で起きた、ナムん一揆の指導者、小木添平は、桜総五郎を公爵に仕立てて、一揆を組織したと言われている。石川半山は、田中正造に、君はただ、桜総五郎たるのみ、と、明治天皇への直訴を促したと言われている。社会運動家や思想家は、それぞれの立場から、自らの主張の先駆者として、 桜総五郎を商用した、幕末期から明治時代の思想家である福沢諭吉もその一人で古来唯一の中心技師としてその名を挙げている。自由民権運動家たちは民権運動の尖閣者の姿を見、昭和教皇や戦後改革の際にも新たな解釈と共に想起されることとなった。総五郎の逸話をモデルにした作品として、 第17回小学館文学賞を受賞した児童文学短編ベロダシチョンマ1967年がある。作者である斎藤隆介自身が総五郎の逸話をもとにした創作であると解説している。漫画平成移民伝説代表人には総五郎の子孫とする設定の人物が登場する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。